やっと家に着いた。寝るまでゆっくりしよう。何？ハロー。ママー、どうしたの？ああ、妹に会ったのね。サプライズ。え？一生のお友達。これ買っといてよかった。おめでとう。人生最高の日ね。じゃあ、二人で仲良くね。ママ、誰もいないみたいね。よし。やっほー、元気？今どこにいると思う？ママのオフィス。パソコン勝手に見ちゃうんだ。パスワードは誕生日かな。私の誕生日？まあいっか。で、パーティー行くの？ちょっと待って、かけ直すね。覗いちゃえ。わお、ゴージャス。私は何かな？科学の本？エヴァは洋服なのに？信じられない。ママ何考えてんの？こうなったら改造してやる。よし、これでどうだ。似合うはず。はぁ、あ、すっきりした。何の音？ママ！やっほー。ママと妹だった。なんでもない。ハロー。パソコンがついてる。消し忘れたのかしら。さあ、二人ともテストの結果を見せて。見て、A だったよ。さすが、賢いわね。私は C。 努力は伝わったわ。そうだ、二人にプレゼントがあるの。しめしめ。あ、名前が反対だわ。これでよし。はい、どうぞ。ありがとう。でも、うっそ。私たちラッキーね。わお、ずっと欲しかったの。ありがとう。もちろんよ。今度は私ね。洋服か、かわいい。着てみて。何か違う？これが今のスタイルなの。ありがとう。スタイルね。もしかしてあなたの仕業？に、似合ってるよ。この問題わかる人？じゃあ、ジャスミン。私忙しいんだけど。まったく。頑張って、当ててもらえて羨ましい。はい、答えて。わかったわよ。そんなに難しくないはず。まだかしら。これをこうして、これで割ったら。あ、そうだ。何かしら。あ、答えたくありません。もちろん違う式を出すわね。校長先生には言わないで。消えない。袖を使うしかないか。早くしてくれる。ごめんなさいね。じゃあ、これは。わかった。わお、この子本気。でも大丈夫。答えはゼロよ。おお、そっか。あ、よかった。焦ったわ。本当に数学が苦手なのね。おい、座って。新しい仕事探さなきゃ。この報告書、時間かかるわね。はあ、終了。かわいい娘たち。もうこんなに大きくなって誇らしい。仕事に戻らなきゃ。その前に整理。話があるんです。娘さん、どうにかして。
痛い、こんなにお給料低いのに。落ち着いて、私に任せて。家事ごときでそんなに騒がないでよ。嘘、本当に座りなさい。それは返してもらうわ。まったく鬱陶しい。本当にごめんなさいね。ちゃんとしつけを。また科学苦手なの。いつもこうなんだからもう限界。過剰反応すぎじゃない。これでよし。ん、エヴァ、彼女のせいよ。どうにかエヴァを消せないかな。クラフトが得意でよかった。できた。ずっとやろうと思ってたこと。はあ、落ち着いて。これで家族写真になった。あ、ママすごいわね。難しくなかった。ジャスミンは、あの子信用できないわ。もっと大きい火山を作ろうと思っているの。その調子頑張って。机が汚い。ああ、あなたの頭が。うわ、あれ、写真が。私はどこ。ジャスミン、仕返ししちゃう。ママ本当に不公平よ。家を出るのが待ち遠しい。え、エヴァ、あちこちにいる。破らなきゃ。この授業意味あるの。役立つとは思えない。あ、きっと疲れよ。でね、すっごく面白かったの。これは何。最悪な一日だった。明日はいい日になりますように。え、こんなの嘘でしょ。はい、笑って。触らないで。ほら、仲良く。二人とも私の宝物。テストの時間です。カンニングはしないでね。よし、どうせ点数悪いんだし、やらない。そのドレスひどくてさ。この色素敵。次は、効率悪すぎ。私はヘアアイロンでもするわ。正解はこれかな。時間ない。ちょっと書いてみよう。いや、真似すればいいや。見えないな。虫眼鏡持ってきてよかった。これじゃ見えない。こうなったら、うふん。手伝ってくれます。もちろん、今すぐ。 C に見えるけどどう思います。見てきて。失礼。あの、どうしたんですか。気にしないで。これでどう。少しこっちに持ってきて。完璧。テスト終わり。でもまだ終わってないのに。ジャスミンすごいわ。嘘でしょ。これなんなのよ。何って、テストでしょ。この人がママ、この人がパパ、そして私。うん、もう一回。ママとパパはアメリカ人で、私はフランス人。これが私の家族で、私は校長先生の養子になったの。よし、これで毎日家族の顔が見れる。ここに飾っておこう。私って幸せ者。ほら見て、完璧な家族。仕事に戻らなきゃ。今日は誰を居残りさせようかな。あら、ママ。いや、二人ともどう。見て、絵撮ったよ。素晴らしい。さすがね。
でしょ、ママに似て頭いいんだ。おいで、すごいわね。ご褒美をあげる。はい、ママありがとう。引き続き頑張ってね。で、アシュリーは？私のお金はどこ？まずはテストを見せて。そんなに重要じゃないと思うけど、はい、これでいい？え？嘘でしょ？ショックだ。ガリ弁明、ご褒美はあげられないわ。どうでもいい。じゃあね。全類、全然お金ないのに。せめて水は無料でよかった。あれ、なんで出てこないの？ちょっと動いてよ、もう最悪。うん、そうだ、もう終わりか。そうだ、いいこと考えた。ビジネスできそう。どうぞ楽しんで。次は？わお、まったくもう。どうにかしないと。こうなったらメントスを炭酸の中に入れよう。どうも、そうだ、一杯ね。え？ダメ！逃げなきゃ！ママ、助けて！みんな戻ってきてよ！ふん、説教の時間ね。居残り決定。今度遊ぼうよ。いいわね。え？バイバイ。デビッドが浮気するなんて信じらんない。もう終わり。エヴァ、何が何でも許さない。可愛くないくせに。どうすればいいかな。あ、そうだ、古典的ないたずらがベスト。扉の前に紐をつけよう。この植物に引っ掛けたら OK。 あ、これこれ。お楽しみのスタート。ワクワクする。動画撮らなきゃ。エヴァ、元気にしてる？あら、面白そうな本ね。いろんなこと覚えたよ。見る？ほら、こことか。わお、まだ？本当に驚いちゃった。先に入って。ショータイム。って待って、ダメ、ストップ。おー、やばい、怒られる。あなたの仕業？知らない。犯人はエヴァだよ。ママ、私はこんなことしない。本当に？違う、私じゃないよ。許さない。せめて説明だけでも。ママ、大好きだよ。この式はとても重要なんだ。わあ、すごい、さすが先生。つまらない。早く終わらないかな。数学って最高だと思わないかい？スペースが足りない、うん、そうだ、天才すぎる。クリスってガリ弁。わお、兄弟なんて信じらんない。簡単でしょ、指数関数を外すと答えが出てくる。うわ、数学なんていらない、もう無理。ね、先生。なんだい？ストップストップ、ここに書いてあるもの無意味だと思わない？リラックスしないと。何しているんだ？やっぱこれでしょ、ゲームの勉強がしたい人。ナイス。でも勉強は？はい。ダメだよ。いいのかい？大丈夫。失礼。資金が、なんと。こういう授業なら楽しいよね。スタート。やだ。うん、どうしたものか。流れに任せるのが一番。アシュリー、うまいじゃん。でしょ？
ママに言いつけるからね。ママ、僕だよ。これ見て。何しているの？あ、やばい。僕のヒーロー、来てくれた？もちろんよ。うん、これはダメね。ママ、行け！そう、左！やった！ママってば、何してるの？どうなっているんだ？じゃなくて。アシュリー？怒り始めた。ゲームは禁止。居残り決定。へへへ。え、嘘。数学よりもこっちの方がいいな。ママ、ママいないの？ママどこ？もしもし。いつもいないんだからパソコン使っちゃう。でもパスワードわかんない。待つしかないか。このガムもう味しない。くっつけちゃえ。わあ、これ見て、素敵なママ。何、私が一番だって？やっぱり。今日から私が校長よ。居残り決定。その前に自撮り。このメガネ似合うな。あん、これもらい。頭いい。みんな羨ましがるかな。今の何？答え？テストの答えだ。やったー。みんな答え欲しい？ちょうだいちょうだい。はい、毎度あり。ありがとう。あ、ママ違うの？本当に？じゃね、アシュリー。でね、これ笑ったの。うっそ。みんな静かに。先生、おはようございます。勉強はしましたか？座ったら始めるわよ。誰かいない？アシュリーは？知らない。まったく、もう。やっほー、上腕の登場だよ。何着ているんですか？それにまた遅刻。いいじゃない、来たんだから。この子何なの？問題ある？いえ。で、先生何してるの？アシュリー、もう許さない。お母さんに電話するからね。もしもし、今すぐ来てください。娘さんが問題を起こしています。ハロー、アシュリー。ハロー、エヴァ。ママ、私は個性を尊重しているだけだよ。何が悪いの？制服を着ていないんです。なるほど、わかった。私に任せて。二人ともいいじゃん、似合うよ。こんなの嫌。私は好きかも。ねえ、見て。私もですか？素敵よ。これでどう？ママありがとう、大好き。新しい仕事を探さないと。すごいペン使い、傑作品ね。あとは仕上げにこうやって。簡単だろ？なあ、タトゥーペンあるだろ。じゃあやってみて。絶対面白くなりそう。やっちゃおう。いいか、痛みは今だけ、インクは永遠に。最高だ。皆さん、練習クラスにようこそ。痛くないようにバナナで練習しますね。よし、美味しそうなバナナ。何してるの？あの、ヘルシーだし、カリウムも豊富だし。集中していい？書くときは軽く押す感じにね。簡単そうですね。それならできそう。そうね、バナナを食べなきゃ簡単にできたわよ。ほら、食べちゃダメよ。よし、軽めに、スムーズにね。輪郭をいろいろ試すのにも挑戦してね。軽めに、スムーズに。何してるの？やめなさい。え、間違えてます？バナナがボコボコじゃない。
すみません。そうなると思って余分に買っておいてよかったわ。よし、今度はちゃんとやる。深呼吸して、落ち着いて。ペンをバナナに乗せるように。ストレスたまるわ。次はできると思う。ちゃんとやってるわね。よかったわ。やっと落ち着ける。なんで先生になんてなったのかしら。コンコン。はい、どうぞ。遅れました。座りなさい。このクラス大好きなんだ。今何してるとこかな。あー、バナナ。ルナ、結果を見せて。うまくできたと思います。ヘビです。いいでしょ？ね？そうね、いい出来だわ。シェリル、あなたは？クラスでおやつ食べれるなんてラッキー。バナナにはビタミンもいろいろ豊富だし。カリウムっていうつもり？どのピザも美味しそう。絶対注文しよった。すぐ来るといいけど。早く、お腹すいた。考えるだけでよだれ止まらんよ。たっぷりのチーズに。やだ、クラス始まるのにピザが来てない。始めます、全員いますか。シェリルがいない。あの子はまた遅刻か。変わらないな。とりあえず始めます。今日はタトゥーデザインの勉強。とりあえずクラスに集中。ピザのくせにこんなに時間かかるの？集中しなきゃ。最初のデザインはクラシックとも言える炎とスカルですね。これテストに出るの？あ、誰か来た。すみません、ピザです。炎とスカルの情景を映し出すのが大切なんだ。あ、こっちです。早く早く。はい、毎度。ありがとう。うん、何やってるんだ。ピザだって。何やっているんだ、信じられないよ。料金の方。よし、わかった。タトゥーで支払いしちゃう。動かないでね、まだ見習いだから。こらこら、何してるんだ。この人をモデルに使ってピザ代払ってます。初めての経験。10ドルでいい？うまくいった。うん、何か忘れてるな。チップ。ごめんごめん、これでいいわね。いいじゃん、ありがとう。お安いご用よ。んじゃ。何が起こったんだ。ま、インクの出来栄えは良かったな。え、なかなかの腕でしょ。何してるの。俺もネットショッピングと。もしもし、注文お願いします。あ、ここですね。速達です。どうなってんの。どうやって支払うの。待てよ、やばいかも。そう、スニーカーもね。あ、ちょっと待って、こんなにいろいろアイテムがじゃんじゃん来ちゃって、人生最高の日だ。全てが手に入る。ルナのところに行って。もう手が痛いよ、休みたい。これで最後にして。急がなきゃ。成績 A じゃないと怒るわよ。これはいい本だな。おい、ちょっと待て。何ですか。毎日言っているだろう、携帯は禁止だぞ。ここに入れなさい。終わったら返すから。でも携帯がないと私の一部なの。携帯なしなんてどうしてもできない。それじゃあ出て行きなさい。こんな授業いらないし。何度も聞いたセリフだ。先生、携帯はこれに入れて。絶対意味わかんないルールだけど。いいわ。はい、後で帰ってこなかったらマジこいつ最悪。何？今何か言ったか。何も。授業始めてください。今日の授業は楽しいぞ。まずはタトゥーペンを手にして。これの何が楽しいの。自分の腕に突き刺して。悪いタトゥーなんてないんだ、腕が悪いだけ。待てよ、いい考えがある。携帯使える方法を思いついた。うまくいくといいけど。下書きちゃんとしなくちゃ。やる価値はあるわ。まずは携帯画面の下書きから。よし、汚れを拭き取ったら。やった、いい感じ。これで携帯使える。大成功。うん、いい出来だな。これどうだ。うん、この動画面白い。シェリルにメールしなきゃ。携帯を使ってる。どうやってるんだ。秘密を暴いてやるぞ。は、面白い。冗談だろう。タトゥーよりこっちのが使える。ここまでだ、押してやる。あ、ずっと見てました。ちょ、何してるの。
これがお似合いだ。素晴らしいぞルナ。マジで A プラス。この調子でな。了解です。俺にも。ああスペースがないな。ここにほら。そこでいいんですか。いっか本人が言うんだから。なるほどすごい。輪郭を明確にするんだ。肖像画は似ていないとダメだからな。はいやってみなさい。わかりました。やっちゃいましょう。よし行くよ。何してるんだ。やめなさい。なんで。紙と鉛筆で。練習からですよ。そうなの。つまんな。インク増やしたいのに普通の鉛筆でどうしろって。タトゥーって危険で刺激的だと思ってたのにさ。もうやるっきゃないか。可愛く描いてよ。これは楽勝よ。元がいいからね。もうありがとう。私も可愛く描けてるやん。もうすぐ終わります。ちょっと長い瞬きしてただけ。いいか時間だぞ。終わった。ちょっと曲がったけど急いでたからごめんね。ちょっとすごすぎ。傑作品じゃない。素晴らしい A プラスだ。やったどうも。シェリル君は。私のはそのちょっと個性的。じゃーん。おお、これはすごいな。シェリル、これは F だぞ。なんで。頑張って描いたんです。私ってそんな風に見えてたの。こっちは展示会に出せるレベルよ。こうしてやるわ。赤いヒゲを描いて。いい感じ。これでそっくりよ。これでそっくりよ。ちょっとひどい。待って間違えてた。こっちです。おお。あ、それはめっちゃ可愛い。ヒゲ描いてごめん。いいわよ、後でなんかやるから。すごく上手ね。ルナ、アートを台無しにするなんて。成績取り消しだ。 F に下げるぞ。そんな、ひどい。私は A プラス。やった。この授業最高。ごめんねルナ。さあ、最高な目覚め。ほらお花よ。うちの子の方が美しいけど。ママおはよう。お花ありがとう。ベッドの朝食やった。もちろんよ。私の可愛い娘だもの。楽しかったな。ロックだぜ。もうこれじゃ寝れない。毎朝本当にうるさすぎ。学校は。ママ、土曜日だよ。ほら早く。はあ、ふわふわ。まだ起きてる。寝る前に本を読んであげる。本当に。ママお願い。完璧なおとぎ話の本を持ってきたわ。プリンセスには冠がぴったり。昔々ジェニファーという名前の美しいお姫様がいました。クマさん寝る時間だよ。気持ちいい。何の音？モンスターじゃないよね。大丈夫？怖くない？こんばんは。ファン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 。なんでそんなことするの？ママ？面白い顔。本を読んであげるよ。わあ！今日はもう寝れない。ほら見て。あと少し。完璧なパーティーにしないと。こんなものかな。パーティーハットもね。ワクワクする。嘘。私のため。サプライズ。気に入った。もちろん。チュッチュッチュ。プレゼントがあるの。目をつぶってて。うん、何かな。はい、いいよ。じゃじゃーん。私にそんないいのに。でもちょうだい。気に入ってもらえるかな。また箱。なるほど。さらに赤い箱。
何個あるの？あんまり大きくないみたい。開けて。うっそ、車？ママ本当に？今日は人生最高の日。 SNS に載せなきゃ。自撮りタイム。はいはい、誕生日なんだから何かお願い事して。目はつぶってね。これは私が安全第一。それ召し上がれ。やっぱりそうきたか。バニラ。まあいいから泣くな。はい、プレゼント、お誕生日おめでとう。本当に？わお、初めてもらった。ありがとう。いいでしょ、きっと似合うよ。黒い服は何枚あってもいいでしょ。何もないよりマシか。これはしまっておこう。買い物に行かなきゃ。この本面白い。すごい展開。本が好きなのね。あ、ママ渡したいものがあるの。開けてみる？わお、ありがとう。これは邪魔。ティーパーティーよ。かわいい。遊んでみよう。はい、お茶どうぞ。どうもありがとう。負けるか。ダメ、ダメ。へへ、余裕。ママ本気出してよ。ズルしてるでしょ。コントローラーの動きが鈍い。そんなことないよ。これでどうだ。最終手段。ママ賢いのはどっち。信じられない。でも次は勝つ。このゲームが悪いのよ。よし、そろそろ行くか。大人には大人の生活があるんだよ。じゃあね。往生際が悪い。もう。おいしくて健康的なお昼ご飯、成長中だからね。カバンに入れて。あ、本もたくさんあるわね。ジェニファー、ママ。えっ、今のはくしゃん。体調大丈夫？うん。念のため口開けて。うん、ママやだ。どれどれ。よし、これでオッケー。看護師が必要みたいね。風邪を追い払ってあげる。くすぶったい。体を温かくして。いった。ママ何してるの。はい、言っといて。ありがとう。だる。でも起きなきゃ。もうこんな時間。ママギターだぜ。ママ遅刻しちゃう。起きて。昨日はちょっと騒ぎすぎたな。記憶がない。でも楽しかった。お腹すいたな。んこの匂いは。あ、ナイス、いただき。ママ、お昼ご飯どうすればいい？どうすればって、でもこれは私の。わかった、はい。これだけ？まったく手がかかる子。はい、ちょうだい。これでいい？無理、こんなのゴミと一緒じゃん。まったく何なの？いなくなった、これで寝られる。白いワンピースとかダサすぎ。ママ見て、お菓子作るの。美味しくなるよ。うん、はいはい。材料と道具を用意して、これだけかな。あれ、ママあとはどうすればいいの。全部混ぜるんじゃん、テレビみたいに。なるほど、混ぜるのね。楽しいかも。牛乳を加えて、あとは小麦粉。くしゃみが。でも問題なし。
ママ、見て。汚さないでよ。これで混ぜよう。うん、ママ、もういいかな。いいんじゃない。今本読んでるから静かにして。わかったよ。 OK でしょ。オーブンに入れよう。初めてのケーキ美味しくなるかな。私シェフになりたいかも。じゃあね。何の匂い？焦げ臭くない？一体これは見えない。うわぁ、ジャスミン！お菓子作りは準備が大切。材料を全部並べておいてね。これでよし。まずは卵。フォークで優しく叩いてね。殻は入れないように。私もやっていい？もちろん。優しくね。はい、フォーク。うわー、すごーい。グッジョーブ。次は牛乳、少しずつ入れて。こんな感じ。そうよ。あとは残りの材料。お菓子作りって楽しい。それ。あ、こぼしちゃった。大丈夫よ、気にしないで。そっか、わーい。次はしっかり混ぜるの。ワクワクする。私すごくない？最後に型の中に入れてね。ゆっくり丁寧に。おいしそう。オーブンに入れましょう。それはママに任せる。わー、タイマーをセットして。あ、そうだ、愛の印よ。ハートだ。完璧。ケーキが焼けたわ。やった。うん、いい匂い。さあ食べてみて。おやつたっぷりおいで。うん、私も美味しいおやつ欲しい。おやつおいで。そういうこっちゃない。なんで私ばっかりこうなの。ベタベタ。夢か。ヨーグルトドリンクが倒れてる。誰にも見られてない。アシュリー、お姉ちゃんの動画おもろ。古き良き生クリームドッキリ。あ、アクション。え、何それ自爆、気持ち悪い。というわけで巻き戻し。おやすみなさい、クマちゃん。いい夢見てね、モコモコちゃん。お姉ちゃんダサすぎ。ゴール、もう一丁ゴール。そんじゃ寝るとしましょうか。うわー、もう寝る準備はよくて。明日は新しい日よ。でも変わらず愛してますからね。はいはい、ほっときますからね。おやすみなさい。それじゃまた明日。何あれ、仲良すぎ。お友達かってくらい。寝る前に何しとんの。あー、もう嫌な感じ。ムカムカするわ。もう寝たかな。というわけでいざドッキリ。そのほくそ笑んだ顔に食らいなさい。よーし。はい、起きて。拍手。手間高い。ごめん、なんか事故？でも甘い。次どうなるのかしら。このジュース新しい？新しそうね、ごちそうさま。
あんたのじゃないのよ、アッシュリー。遠慮がないんだから。うちにこんなのあったっけ？いただきます。私のお菓子なんだけど。そう来るなら、戦争の始まりね。お料理の時間。必要なのは卵。ほら、卵の黄身そっくりでしょ？そういうことよ。見分けもつかないくせにさ。よし、できた。アシュリー、なに、もう一杯くれるってわけ？よし、飲むぞ。はあ、なにこれ、まずい。タンパク質補給しなさい。でも、なんかかわいそう。アートの風が吹いてきたわ。丁寧にやらないとね。緑も使わないと。ははん。あれ、手についてる。すぐ戻るわ。これでいい感じね。お姉ちゃん、全部一人で描いたの？そっちばっかり、芸術家の才能って。ずるいな。でもそうはいかない。こうやって取り替えちゃえば、絶対わからないものね。ちゃんとやれてますか？戻ったわ。できました。ほら、素晴らしい。なかなかですわね。そんだけ？あなたのは、これは。目を細めて眼鏡をかけまして、これは素晴らしい傑作よ。次のピカソはあなたで。私が？どうも。これは教室に飾ります。こんなのは初めて見たわ。ほら、ご覧なさい皆さん。不公平だわ。もうやってくれたわね。結構うまくできたんじゃない？チーズはたっぷり使わないと。ちょっとスパイスが足りないかな。お姉ちゃん、お料理中？お、ライトがいい感じ。いいわよね。はーい、ダンスするよ。作りかけのサンドイッチ、小腹空いてたし。ちょっと失礼。そうだ、忘れてた。何？私の分？いや、これもらうからいいもんね。ちょっと何してんの？意地悪。もうあっちに行く。うわぁ！なんでこんなとこに。いや、これは天からの恵み。これでサンドイッチを盗めばよし。ねえ？いただきます。これなかなかいいじゃん。はーい、みんな、私のランチです。あれ、サンドイッチがない。頑張って作ったのに。めっちゃ美味しいでしょ。お姉ちゃん、撮影中、笑って。さてさてさて、アニーさんはいらっしゃいます？どちらに？ここです、先生。アニーさん素晴らしい。アシュリーさんはどなたかご存知です？どこ行ったんだろう。どうも先生。これストーリーにすっから。で、何聞き逃した？お姉ちゃん、やっほー。どうしたっていうのかしら。なんという大きな態度。あら、シューズがお揃い。信じられるかしら。あなたのセンス素晴らしいわ。おお。アシュリーさん面白いですね。一緒にセルフィー。はあ、授業終わった。あと一限で終わり。大事なペンを忘れずに。大好きだもんね。
ペン大好きとか意味不すぎばっかじゃないの。もっと大事なもんがあんでしょ。それは文房具じゃない。どうでもいいわ。はあ、あ、ケビンがこっち来る。どうしたの？靴ひも結んだら？あ、ありがとう、教えてくれて。あとで映画行くんだっけ？って整理整頓しないのかい。じゃ授業行くから。いやいや、そうじゃなくて、私のロッカーはこっち、ほら。なんだ、よかった。キャンディー食べる？分け合いの精神よ。優しいな。誰かキャンディー取った？一人っ子がよかった。うわぁ、汚れたお皿が山積み。ほら、洗わないとだろ。私？いや、なんでよ、そっちでしょ。いや、ごめん、電話が来ちゃって。クリス、どういうことよ。もう、やるしかないってわけね。汚い、お皿洗い嫌い。なんで全部ケチャップだらけなの。そうだ、これで思いついた。信頼と実績の赤いマーカー、それから黒ペンと白チョークもね。よし、リアルに見えるわ。大事なのは演技力。うん、あー痛い。どうしたの？何何？うわ、めっちゃ切れてる。はい、そこ座って。そこ休んでて、お皿は俺がやるから。ありがとうクリス、本当に痛いの。え、何笑ってるの？フィットネスのお時間。めっちゃ運動してやるぞ。てか俺結構イケてる。いやー、出来の悪い映画俳優みたい。ないわ、続編まで始まった。ま、ヌテラ食べてれば心は落ち着くわ。あ、いいこと思いついた。接着剤でクリスをびっくりさせてやろうっと。この蓋をそのまま戻して。ねえクリス、この蓋開けてくれない？硬すぎて。いやー、俺と俺の筋肉が近くにいてよかったな。俺抜きじゃ絶対無理だろ。なーに、こいつは腕の力が大事なんだ。頑張ってクリス、できるわよ。なんでこんな硬いの。うわ、無理、俺じゃ無理。さて、そしたら苦しみから解放してあげましょう。もっと惨めな思いでね。私もう一回やってみようかな。君が？飽きられるわけないだろう。そんなほっそりした手首と腕じゃ。そーれ。え？一体どうして？どういうこっちゃ？全然筋肉ないのに、運動が足りない。引っかかったわね。見てるからな、俺のジュース飲むなよ。おー、怖い怖い。でも、それって私への挑戦よね。じゃ、ジュースもーらい。あー、美味しかった。しかも気づかれなかった。あれ、俺のジュースは空っぽだ。一滴も残らず。君が犯人だってのは知ってんだからな。こればっかりはやりすぎだ。教訓を教えてやる。よし、ぴったり入るぞ。うわ、俺の手がはまった。ああ、どうしよう、どうすればいいの。動かないで、今抜いてあげるから。待って、考えがある。オリーブオイルで抜けるかも。ダメだ、まだ抜けない。ちょっと待って、一度手抜いたじゃないの。ははは、騙されてたね。ポテチで元気をもらわなきゃ。あとちょっとでこの面クリアできるんだ。ねえクリス、あのさ、顔が邪魔で見えないんだけど。そこでおとなしくしてて。
リス、私の新しいドレスどう？ほらほら、ダンス行きましょう。悪いけど今ゲームしてるんだ。でもチケット買っちゃったし。どうよ、楽しいはずよ。ダメ、パス。ああ、ポテチがもうない。もっと取ってこなきゃ。もう一緒に行ってくれないとかひどい。あの変なゲームばっかり。じゃあ懲らしめてやりますか。クッションを桶いっぱいの水とすり替えて、その上からブランケットを普通にかける。あ、やってきた。ゲームに気を取られてるわ。あ、来た来た。あ、ズボンがびしょびしょで。うわ、冷たい。何したんだよ。ぐしょぐしょだ。着替えなきゃじゃないか。お洋服畳みましょう。シワが寄ったら嫌だもんね。できた、超完璧。糸くずもなし。あとはしまうだけ。そーっとそーっと、これでよし。置くべき場所に置けたわ。あとは残りも終わらせないと。ああ、服がビシッとしてると嬉しいわ。ああ、よく寝たな。そこら中洗濯物だらけだ。全部しまうの面倒だな。あ、いいこと考えた。服を集めて、全部くしゃくしゃーっとして、どうだい、ボールみたいだろ。じゃあシュートが入るか試してみるぞ。棚の上、タンスの中、よっしゃ、ナイスシュート。うわー、ゆうべからぐっすり寝た。起きて、一日のスタートね。あ、なんて夜だ。ゲームしながら寝ちゃったみたいだな。うわ、息がくっさい。うわー、まるでお化けみたい。さて、お目目のお手入れ完璧。お肌がすべすべね。うわ、疲れたな。まずは口の匂いをなんとかしないと。これが役に立つな。歯ブラシなんていらないさ。よし、ずっと綺麗になった。この新しいボディーソープ、ローションも忘れずに、クリームも、日焼け止めも、一本で10の効果、石鹸もシャンプーもいらないさ。 TikTok もっと撮れさ。あれ、なんか出来物できてる。仕上げのパウダーで終わり。今日の服を選びましょう。ダメ、これじゃないわ。ふう、今日の匂いチェック悪くないな。出かける準備よし。ああ、またダンスに行くのが楽しみだわ。でも今着るわけじゃないでしょ。なんで着るものが見つからないの。ああ、外は気持ちいいな。やっと出れた。でもう夜？ああ、もう、また中に戻らなきゃ。おお、中身は何だろう。開けていい？いい？うわあ、スマホだ。思ってたよりすごいじゃん。もーらい。このゲーム面白い。楽しい。ちょっと不公平。他に何かあったはず。あーん、がっかりなんだけど。次はそっちの番だって。このスマホちゃんと持てない。何これ、いらない。ん、何これ。わあ、超かわいい。ぷにぷにする。潰せるかなこれ。わあ、気持ちいい。気持ち悪いけど気持ちいい。うわあ、負けた。勝ってたのに。もう、ああ、なんか怖いんだけど。バカゲーム。物壊したい気分くらい。怒ったもんね。やめてよ、もう。
あ、キャビー、これ使って。おお。何？貸して。これはちょうどいい。ビヨンビヨンする。面白いじゃん。ストレス解消される。ずっと触ってたいな。気に入った。潰してごらんよ。オッケー。じゃあやってみるよ。うわあ、こっち向けないで。おお、顔面直撃。ごめん、事故だって。でも狙いは良くなかった。本当汚い。おお、次は何かな。一緒に開けようか。どうぞ。うん、こんだけ。お豆。わあ、これなんだ。もっとよく見よう。ああ、そういうことか。おもちゃだこれ。ああ、楽しい。豆が出てくる。見て、アシュリー。これ本当にただのお豆だ。どうすればいいかな。いや、待てよ。ボンジュー、これあなたのです。お貸しください。ちょ、持っていかないで。待って。うわあ、なんてこと。ごめん、美味しく食べてよ。どうすればいいの？あ、このビーズ使えるかも。でも何に？ハロー、お豆ちゃん。そうだ。わかったぞ。ビーズと輪ゴムを使おう。これを穴に通す。こんな風にね。そしたらビーズに絵を描こう。笑った顔なんかいいね。幸せそうだ。厚紙を鞘の形にして、そこに輪ゴムをくっつける。端っこをしっかりと取れないように。接着剤が乾いたら厚紙を折る。じゃあ押してみよう。いい感じじゃん。おもちゃなんて買わなくても同じくらい楽しい。ほら見てよ。わあ、使ってみていい？交換しよう。ああ、オッケー、いいよ。ありがとう。はい、どうぞ。わあ、楽しい。頭いいね、アシュリー。こりゃつまんないな。うわ、びっくりした。超テンション上がる。中を見てみよう。トイレットペーパーってどういうこと？後で使えってこと？それか望遠鏡。トイレットペーパーってこっち見える？はっはっは。ちょっと笑わないでよ。そっちは何？あ、そうだね、開けないと。いいものかな。なんだろうこれ。ピーナッツだ。もっと面白いもの期待したのに。これで何しろって？お、あそこにあるのはまたピーナッツ。どういうことだろう。道ができてる。なんかトイレットペーパーと置いてかれた。どうすればいいんだろう。暇つぶしにはなるか。あら、ピーナッツ、私のシリアルに入ってる。これは新しい手がかり。お邪魔します。アシュリー、この動画には出ないでしょ。ここがゴールか。もうらい。これの何が楽しいの？何してんの？最悪の遊びみたいだね。これ見つけてきたよ。小さな切り株？よくわからないけど。何に使うの？わあ、嘘！今の見た？いいなそれ。私には芯しかない。あ、そうだ、これを使えばいいのか。小さな紙を芯に巻いて端っこを貼り付ける。その上に模様を描こう。木の幹みたいにしようね。いい感じ。そしたら風船を中に入れる。
よく引っ張り込んで、ぴったり入るね。次に紙の手をつける。こんな感じ。その風船に顔を描く。割らないようにね。芯を握ると思った通りの動きだ。見て見て、出たり入ったり、はは。どうかな、アシュリー。おお、最高だね。膨らむ友達同士だ。本当かわいいね。指相撲下手だね。うわ、毎回サプライズじゃん。開けてもいいかな。開けて開けて。風船がぎっしり入ってる。膨らましてからくれればいいのに。そっちは？オッケー。サプライズ大好き。わあ、見て見て。何これ。おもちゃの車もついてる。何する、おもちゃ。風船よりはいいよ。じゃあ膨らまそうか。結構かかりそう。もう一回。これ硬すぎ。3度目の正直。おお、膨らんだ。この調子だ。おお、わあ、もうたくさんだ。残りあげる。何かする道具だと思うんだけど。あ、ギャビンの風船だ。あ、待てよ。そういうことか。車を豚につないで、ノズルに風船。これで準備よし。そしたらポンプを動かすんだ。大成功。ボタンを押すと車が発車。走ってく。わあ、面白い。ん？何この音。わあ、すごいじゃん。頭いいおもちゃ。これでひらめいたぞ。やってみよう。厚紙に穴を開けて、膨らませたピンクの風船を穴に押し込む。風船の色は横で揃えて、紙の色にも合わせるよ。穴が埋まった。まるで巨大なシンプルディンプル。風船を押すとさ、とっても気持ちいい。アシュリー、こんなの作ったよ。え、わあ、楽しそうだね。ほら、風船も悪くない。最優秀生徒に選ばれたのはみんなのおかげです。みんな大好き大好き大好きよ。ちょっと、ここはユニコーンスクールとはいえ妄想に浸らないの。兄はどこ？荷物はここにあるのに。この動画面白い。兄、授業中よ。勉強はスマホで十分。今日もいい日になりそう。お、びっくりした。私に？あなたは素晴らしい生徒ね。机をピカピカにしましたよ、先生。どうもありがとう。でも大丈夫。あれは変ですか？そうよ。先生大好き。他人でよかった。いい子ちゃんなんだから。先生、やっほー。私に勝てると思うの？勝負よ。スタート。先生、勝負ね。勝つのは誰だ？ミスユニコーンに勝てる者などいない。ゲームオーバー。やられた。もうわかった。これでいい？誰も見てない。この笑顔本当に素敵。あ、来た。かっこいい。よ、元気？私、おはよう。あら、ジェイク。
くよ。そうはさせない。ラブレター？ジェイクは私のものなのに。ちょっと、たくさん用意しててよかった。それ反射神経、いけ。残念でした。絶対に許さない。そう、かかってきなさい。ケンココ、これは見物だ。バッターの登場。よし、それそれだけ。腕が疲れてきた。負けないわよ。もう無理。よかった、私ももう無理。座らなきゃ。喧嘩するほどの男じゃないわ。ロージー見て。エヴァとジェイク、私たちどうしちゃってたのかしら。仲直りする？そうね、いい絵になりそう。ちょっと、自分の水使ってよ。ふむ、そうだ、ここなら届かないはず。どれどれ。うん、動かした。でも大丈夫。よし、それ何の音？うん、バレたか。抜け目ないわね。あ、いいこと考えた。テープ？オッケー。これで取れないはず。たっぷり入れて。テープも見えないし、これで完璧。はい、兄、どうぞ。気が利くじゃない。うわ、最悪。何してくれるの？でも待って、この水見て。なかなか才能あるじゃない。質感がいい感じ。飾ろうっと。兄、なかなか独創的ね。教室に掲示するわね。よくできました。そうね、お金はないから。お菓子？それだけ？これよこれ。お金より全然いい。見て、今日は本当にいい日。はい、どうぞ。一個だけ？ドケチ。いたずらスタート。必要なものは、ノリと小銭。ここがいいかな？よし、ペタッ。誰か来た。うん？あれ？もう取れない。録画しなきゃ。あと少し。もうあと一息なのに。うわ、最悪なタイミング。いたずらだったの？じゃあね。これはもしかして、いただいちゃえ。あれ、取れない。残念。こうなったら、よし、浮かびなさい。完璧。そして最後は私の大切なノート。思ったことや秘密がたくさん詰まっているな。バカバカしい。そんなの必要？あれ、ノートは。お、
昨日のポテチ忘れてた。大当たりね。汚くなっちゃった。何が書いてあるんだろう。何？これは触らないで。そうだ、兄見て。よし、大丈夫大丈夫、見てみよう。やだ汚い。ただのポテチなんだけど。薄すぎない？ともかく嘘でしょ。ごめん、見なかったことにして。全然わかんない。先生全然見てないし。うわ汗やばい。ねえねえ、これ見る？いいね、ありがとう。このネクタイ使える。怪しいわね。あれはカンニング？バレないとでも思っているの？あれ、どうしちゃったの？ネクタイを取り返さなきゃ。おーい、取られちゃったのね。でも大丈夫、もう一つ隠してあるわ。ナイス、もう少し近くで。見えた。8に。やば。わかった、あげるよ。また？これなら読める？22。それ数字？全然わかんない。はあ、そうだ、取れるかな。何？これゴミ？はい、終了。ふむふむ、なかなかできてるわね。頑張ったわね。兄は100点、ロージーもね。信じられる？ユニコーンスクール大好き。ズルは禁止。100点はなかったことにします。ちょっとアニーのためにやったのに。はい、学校に持っていくお昼よ。新学期最初の日頑張ってね。何入れてくれたのかな。うわ、嫌いなものばっかり。自分で入れるもの決めようっと。これでよし、お菓子ありったけ。ちょっと入って。入るでしょ。そうだ、いい考えがある。教科書とノートを出せばいいんだ。いやー、リュックが重いな。あれ、ロッカーの鍵どうしたっけ。あ、ここだ。あれ、ロッカーがおかしいですね。これなんで開かないのかしら。じゃあ私がやろうか。ほーら開いた。なぜかって私のロッカーだから。そうか、間違えてた、ごめん。よし、次の授業の教科書を取ろうっと。あ、上にあったっけ。何の笑い声。泣きの下ぐちゅぐちゅじゃん。あ、いけない。わー、不潔。きっと匂いもすごいわ。どうすればいいんだろう。セーター脱ぐ。あ、引っかかった。抜けない。なになに、あの子大丈夫？さっさと行きましょう。脱げろ、このポンコツセーター。脱げて。やっと。それじゃあロッカーに戻っ。うわっ、なんてこった。君大丈夫かい。ごめんよ、今起こすから。いたった、何があったの。いや、手を貸して。それともキスがお望み。
いいわよ、キスね。ちょっと待った、ありえない。遠慮しなくてもいいのに。で、ここが私のロッカーね。この前間違えたなんて本当バカね。ねえ、こっちこっち。私に手を振ってる？はーい。やっほー、しばらく会ってなかったね。じゃあお返しにやっほーでいい？ああ、別の人に手を振ってたのね。めっちゃ恥ずかしい。しめしめ、チャンス到来。おっと、足元ご注意。なんの受け身？マジで？すげえ。大丈夫、無傷よ。あ、授業が始まる。それじゃあ宿題を見ましょうか。こちらへ持ってきて提出して。また褒められちゃうな。あれれ、宿題どこ行った？あ、リュックに入れっぱなしだ。あれ、ない、どこ行ったんだろう。あ、ロッカーだ、中に入ってる。しまった。先生、先生、ロッカーから取ってきていいですか？すぐ戻ります。って、なんでロッカーの前占領してんの？あの、はい、ロッカーにたどり着きたいんですけど。ちょっと横を通らせてくれれば。すいません、お願い、ロッカーなんですって。うん、ここから開けられないかな。そうだ、そうすればいいんだ。ゆっくり、気をつけて。あの、そういうつもりじゃないんです。変な子だな、あっち行こうぜ。やっとだ、いなくなった。あー、落ちる。うん、生きてます。なんで開かないの？あー、私のロッカーあっちか。しまった。じゃんけんポン、勝った。はい、皆さん、抜き打ちテストします。準備はいい？はあ、テスト？本当に？皆さんの日頃の勉強の成果を見ます。おや、これなら解けそうだ。あなたにも1枚。あら、プリントが離れないわ。1枚だけでいいんだけど。何この時間。ってことはテスト受けなくてもいいのかな。これでもダメ。いや、ないわ、唾つけすぎ。ちょっとこれ見てよ。何の騒ぎだ。うわ、ありえない。はい、どうぞ、あなたに1枚。やだ、よだれテストじゃん。うわ、それやば。俺じゃなくてよかった。いや、本当にないわそれ。テスト中に吐いちゃうかも。一体何を騒いでるの？テストを始めて、ああ、あれなかったことにしようとしてる。ああ、なるほど、じゃあ書いとこ。あ、教科書で調べないと。そうか、わかる、わかるぞ。完璧、何もかもまっすぐに置いてあるし。あれ、ペンがずれてる。ワッフルがおめめギョロギョロして、この授業の成績が悪いわけだわ。はい、テストのお時間です。やった、楽しみ、満点取ってやる。これは簡単ね。ちょっとエヴァ、テストよ。いや、もうしょうがないな、どうせ悪い点だし、すぐ終わろう。終了。
おやすみなさい。あんなのありなの？先生、終わりました。この間のテストの成績楽しみだな。さて、もう一眠り。あ、帰ってきた。え、うっそ、Cだって。どうしてこうなっちゃったの？あれ、今回もまた A だ。一体どういうわけなの、こんなに頑張ってるのに。あの番組の彼、かっこよかったよね。さて、ロッカー行こう。やった、授業終わった。今日はいい気分だな。って、この感触は、うわー、これひょっとして。他に誰かいないかな。どうやら言ったよね。さて、被害のチェック。あれ、なんだ、偽物か。おもちゃだ。あ、びっくりした。いて、なんだったんだ。なんで投げつけられた。さて、おやつにしよう。あれ、ジェン、それドリトスだよね。ちょうだいよ。ジェニファー、ジェイクはお友達、あげましょう。天使の言う通りね。やるんじゃねえよ、あいつはただの食いしん坊だろ。それなら、こうするってのはどう？はい、ジェイク、手を出して。うわ、こんなにありがとう。あれ、これどうすりゃ。動けない。うわ、散らかってるな。お掃除しなきゃ。マディソン、サボってゲームしたいんだろなあ。うん、なんだこりゃ、ガムがついてやがる。お掃除しなくていいの？しゃあねえな、ちょっとだけ片付けろ。そしたらゲームだ。うわ、これやばすぎ。その調子だぞ。ゴミは見えないようにしてった。こんなのツバで磨けばよし。いいペースじゃないか。お洗濯物がこんなに全部タンスにゴー。食べかすはどこにやろうかな。見えなくなればないのと一緒。よくやったぞ。ふう、綺麗になったつもり。ゲームしよっと。あれ、ダメダメよ、ゲームの時間じゃないです。やったつもりはいけません。あなたはもっとしっかりしてるはず。私も手伝います。いい天使はお手伝いもするんです。ほら、すっかり片付いた。気分良くなったですか。ダメダメよ、マディソン、まだ終わってないです。この扉の裏、何がありましたっけ。お洗濯物でしょ。ああ、でもめんどくさいの。やだやだ、絶対やだ。絶対ゲームしてやんだから、誰にも止めさせない。ああ、マディソン。おや、マディソンがあっちにいる。かわいいよな。このクマちゃんあげようかな。そしたら好きって伝わるかな。よし、行くぞ。あら、かわいいクマちゃんと一緒に来るわ。待てよ、マジであいつがいいのか。ああ、そういえばそんな気になったことないな。よーく品定めしろ。なしだろ。え、なんで。この着方とかな。もっといい男いるぜ。二つ目、こいつ小銭も持ってね。金持ってないやつと何して遊ぶんだ。確かに言う通りかも。
三つ目、こいつはな、いじめられっ子だ。確かにどれも気になるわね。だろ、正しい判断よ。マディソン、マツです。話を聞いて。彼にはいいところがいっぱいです。ほら、このクマちゃん。あなたがクマちゃん好きって知ってます。これも忘れちゃダメです。あなたたちはお友達、カップルになったら無敵です。それはその通りね。それに彼はあなたが本当に好き。きっと女神様のように扱ってくれますよ。私が女神？それってすごい。そうね、天使さんの言う通りかも。いや、マディソン、君がクマ好きって知ってるからクマあげる。うわー、ありがとう。気に入ったわ。あ、ちょっと待ってね。これでよし、授業行きましょう。真実の愛ですね。さあ天使め、今度は俺が勝つぞ。ああ、お恵みください。何でもいいので、お嬢さん助けてもらえませんか。ああ、もう食べるのが楽しみ。ポテトは大好物なのよ。ジェニファー、気づいてますか？助けを求めてますよ。お腹を空かせて。あなたの言う通り、これだけあるんだもの。ああ、あなたは恩人だ。まるで天使。ダメダメよ、ジェニファー。一本で何になるんです？じゃあもう少しあげようかな。これどうぞ、一箱全部。今日は人生最高の日だ。まだ飲み物あるし、いっか。ジェニファー、きっとこの人は何日も食べていないですよ。でも全部あげるとか絶対嫌だよ。いいこと、これが良い行いというものです。しょうがない、天使が言うならさ。はい、どうぞ、セットになります。うん、お嬢さんありがとう。ほら、これで満足した？ああ、もうめっちゃお腹空いた。まあでも、あんなに幸せそうにされたらな。てか、そうだ、もっと助けてあげられるかも。おじさん、小銭とお金もあるけどいります？ほら、スマホもあげるから。イヤホンも買ったばかり。ふぅ、なんかいい気分かも。天使になった感じ。お金持ちだ。お金にスマホ。お恵みをいただけませんか。さて、カップケーキといきますか。絶対おいしいに決まってるわ。まずはアイシングから食べてっと。っていうか、ケーキの部分いらないかも。待った、なんか書いてある？ジェイクへ？うわあ、ジェイクのケーキ食べてた。どうしよう。あ、マディソン、ダメダメのダメダメです。ジェイクがどれほどがっかりするか。知ってたら食べてなかったわよ。助けて、天使さん。いいですよ、さっと手直し。ホイップクリームを上からかけるんです。天使さん、天才だよね。くーえ、くーえ、くーえ。何してるんです？天使さん、クリームがなくなった。それなら、ちょっと苦労してもらうです。うわ、これ絶対きついやつじゃん。なあ、歯磨き塗っちまえよ、絶対受けるぜ。はい、牛乳、お使いなさい。歯磨きの方が絶対面白いだろ。簡単だし。歯磨き。それなら歯磨きにしよっと。ああ、マディソン。ではデコレーションを始める。チョコミント味にしてやれ。おお、なんかそれっぽい。できた。
歯磨きドッキリセット完了。ああ、カップケーキ用意してくれたの？君も一つ食べなよ。ほら、本当は食べたいだろ。うん、大丈夫、本当にいらないから。そっか、そんなに食べてほしいか。どうして私がこんな目に。ナッツ。ああ、週に2回も居残りなんて最悪。どうでもいいけど行くわよ。はあ、一番前ね。何一つ楽しめないわ。先生まで退屈そうだし。ならこうしましょう。注目、おいしい悪ふざけショータイムよ。自撮りしちゃおう。ハッシュタグは長い舌。なんだ、居残りで自撮りだと。ちょっといいか、ミンディ、立ってくれるか。思った通り、ルールは知ってるだろ。下ピアスは禁止だ。取りなさい。あれ、まさかこれは、ありえない。あら大変。じゃあね、行かなくちゃ。ふう、なんで舌がここに。うん、あー、全く気が乗らないぜ。今の先生、ミンディ。え、先生が言った、出てたぞ。最高のニュースね。行く？映画を見に行こうぜ。やだ。うん、失礼、トイレに行ったんだ。さてと、もう少しだったのに。惜しかったわ。12章にあるように主人公は混乱している。退屈ね。そしてこの、ああ、ちょっと待ってて。何ですって、いなくなった。どこにもいないな。僕たちだけみたいだ。よし、こうしよう。わかった、レッツゴー。ワイヤーミッケ。どれどれ。これね、ゲームの始まり。できたわ、ジャスティン。よし、いたずらしよう。ここは快適だな。見えるかい。いや、ごめんよ。え、どうしたんだ。ちょっと、すごく暗いな。とても不気味だ。どうなってるんだ。え、うわ、やめてくれ、お化け。まだ行きたいんだ。もう行った。顔が見たかったな。見事な仕事だったろ。まだ映画に間に合うぞ。もう第2章は読んだ。ちょっと難しいのよね。脳がおやつを欲してるわ。おやつがあるのか。じゃあ僕もパーティーに入れてよ。ああ、これだけ。ねえ、ちょっといい。あら、欲しいの。はい、どうぞ。うん、めっちゃうまい。おやつナンバー2。もうないや。うん、知るか。ねえ、それ食べるの。お腹がペコペコなんだ。このリンゴ、わかったわ、どうぞ。わお、ありがとう。ああ、うん、新鮮だ。まだあってよかった。うん、食った。次は、今次って言った。その通り。ああ、これ大好き。ひどい、全部食べられちゃう。まだこれはバレてないけど、知られたら取られちゃう。転送させなくちゃ。そうだわ、こうしましょう。接着剤を空にして、見て、牛乳を入れるの。誰にも気づかれないわ。これでよし、準備完了。しっ、きっとうまくいくわ。え、チョコシリアル、こっちにちょうだい。
あら、本当に？私は接着剤入りが好きなの。嘘だろ？クレイジーだな。シリアルにクレイジーよ。大きいスプーンもある。うわ、病気になりそう。本当にいいの？お断りだ。全部どうぞ。そういうなら、もっと食べよう。医者に見てもらったら？ねえ、どうやったの？ただ5にして。5ですって？やだ、これは7よ。全部かけた？ちょっと待った。まさか、そんなはずないよな。カンニングペーパーか？しっかり反省させないと。出ていくのを待って。おや、これはジーンズか？いいアイディアがあるぞ。どこまで小さくできるかな。できた。誰も疑わないはずだ。はは、やった。完璧だ。誰も見てないよね。答えが必要だ。ない。小さくしすぎたかな。ここにあるはず。これのことかな。今は私のだ。やばい。返してくれますか？それは無理だ。自分で解くんだ。そんなの無理だ。ちゃんと勉強してれば。授業には2種類の生徒がいます。こういう子か。どっちかっていうとこういうタイプの子。よ、なんだよ、気楽に行こうぜ。これは悪い生徒だ。さて、皆さんはどっち？この問題わかる人？そうですね。僕、当ててください。それじゃあ、そうね。はあ、はい、そんなに言うなら。僕って将来は天才学者？46を微分して、まだ書いてるの？いや、そんなはずが。答えが違う。そうか、9が答えだ。あれ、先生、退屈させちゃいました？てか、みんな寝てるし、こんなに楽しいのに。次の授業算数だろ。入りきった。どんなもんよ。は先生ひっくり返ってる。私が書いたって内緒だぞ。なあ、このチョークやるよ。おいおい、何がおかしいのですか。一体誰の仕業です。君、チョーク持ってる君。へ、僕。今日という今日こそは。わあ、マジかよ。待ちに待ったテストの日。気分がウキウキする。しかも問題多い。こういうのやりたかったんだよ。よし、本気出すぞ。書く速度が頭に追いつかないな。うっしょ、スラスラ解いてる。はい、2ページ目。おっしょ。あ、それもやりたい。ありがとう。まあ、あんたがいいなら。鉛筆でバランスをっと。どうも。つまんねえ問題だな。こういうのどうするか知ってる子。ちょっとした手を使うんだ。セロテープはカンニングのお友達。小さく書いた答えをしっかり貼ってしまいましょう。
そうしたらテープを元に戻します。なかなか便利。あとはこれを一目見てカンニング成功。この裏技100点満点。何やってるんだろう。おしまい。忘れてた。できましたよ先生。ではチェックします。頭ってのはこう使うんだ。素晴らしい成績。おまけ問題までクリアです。素晴らしい。種は内緒だからな。おはようクロエ。昨夜は徹夜だったよ。じゃ授業の準備。何事も整理整頓から。昔から言うもんね。あと少し。授業にあんなにいらんくね。まだ出すんかい。よし終わり。授業楽しみだな。わけわからん。さて今日カバンから出てくるのはこの間のレシートだ。鉛筆はあったか。まあ芯は折れてるよな。マット鉛筆削りあるよな。聞いてみるか。無視するんじゃねえよ。嘘だろこの野郎。おい何するんだ。なんだよ。鉛筆削りいるんだ。鉛筆貸すからさ。お前いけてんな。あー宿題って楽しい。特に金曜日の夜はね。ほらわかる。部屋がさ振動してる。どこから来るのかな。やっとやんだ。止んでない。なんだろう。一体何の騒ぎだ。やーほー。パーティーがうるさかったのか。人の気も知らないで。月曜日だ。一週間で一番好きな日。はあ。んじゃ今週も元気に行きますか。今日はいい日になるぞ。おはようクロエ。朝から元気主義。なんだもう月曜日か。うわ寝坊しちまった。なら二度寝しても一緒だな。それでも特別な日はやってきます。そういう時には勝負服。赤がいいかな。青かな。いやもっといいのがある。これこれ。んじゃ軽く満点取ってきますか。ああそうだ。どこだっけ。危ないとこだ。起きなきゃダメか。なんか手を考えよう。そうだ。おい朝だぞ。朝それで学校行くのはダメだ。飲みな。これを口に。ああそうだ。もっと熱あった方がいいよな。ほら上がり上がり。完璧だ。あとは演技の出番。どうした。95度。なんてことだ。インフルエンザだな。
高の薬なら治るぞ。は、いや、その、いや。最近ちょっと悪な気分？それならかなりの確率で不良学生化してるかも。送ってくれてありがとう。じゃあね。なんだよ。一方、完璧主義の学生もいます。バス移動は結構かかったけど無事着いたわ。もちろん上位は出席、優等生ね。オリビアとは正反対、まだ来てもいないわ。始めましょうか。バレずに席までたどり着くには。勝手に書いときますね。危なかった。うわ、完璧に揃えた文房具が。うわ、ただの鉛筆じゃんか。で、今どこ？どうせ授業はどうでもいいくせに。ふん。月曜たる。マジ冗談でしょ？知ってた？おしゃべり禁止。そうですよ。全然答えわからんし。適当ってことで。絶対落第じゃん。B、C、全部選んじゃダメ？もう、イラつくな。ああ、絶対違うでしょ。まあ。いでよ、答え。使えない。邪魔すんなよ。上位は分かってるみたいね。ちょっと近づけすぎ。失礼だな。そうしたら見えないじゃん。止まってよ。ねえってば、落第したらやばいんだって。思ったより楽勝だな。あらよっと。自分万歳。はい、みなさん終了。楽しいテストでした、先生。誰？手ごわそうね。あら、面白い。街がしんどいんだよな。頑張りました。 A マイナス。僕落ちこぼれだ。予想通りの F、 コレクションに加えるね。それかちょっと修正しちゃおっかな。起きないでね。はあ、よし、これで私も優等生。線を2本足すだけで私も天才ね。賢いでしょ。僕の人生おしまいだ。オリビアが僕より高い点数、ありえない。もう学校に来れない。トイレで泣いてこよう。水曜日は除菌の日。マシになった。キモ。鉛筆、本。あ、忘れかけてた。授業中にガムはまずいよね。ねえ、それゴミだよね。ここにつけとけばいいじゃん。はあ、汚いよ。紙もついてんじゃん。ねえ、鉛筆貸して。壊さないでよ。この子、思ったほどは悪くないかも。ガムが恋しいみたいだな。僕の鉛筆が。切り刻むつもりか？返せよ。はい。こんなの触れねえ。バクテリアでベトベトじゃん。気持ち悪い。よし、集中。オリビア？それ机だって分かってるよな。だから何？誰かこの子に噛むおもちゃあげて。まだ味が残ってるかな。
まあ確かにちょっとおかしいか。三振。さてと、よし、緑で準備万端。まあ髪多すぎ、どうでもいいし。うわあ、オリビア、急に出てくんなよ。拾ってあげる。ペン拾う気ないだろう。ちょっと、うん、なんだよ。転びたくなかっただけでした。なんだし。じゃね、オリビア、遅れちゃうじゃん。一日リンゴ1個。映画と一緒じゃないとポップコーンってまずい。これかければいいかな。何何、どうよ。うそ、彼彼女いないって言ってなかったっけ。アプローチかけちゃおう。うん、もちろん。やだハンナ、私アホじゃないもん。じゃね。先生、リンゴをお持ちしました。なんて優しい子。バナナの方が良かったけど。うん、楽でも盛るつもり。ふう、覚悟してなさいよ。え、どういうこと。オリビアの塩、お前のせいだぞ。ごめん。謝ればいいと思ってんの。堪忍袋の方が切れそうだ。これ以上我慢できない。誰か分かる人はいますか。僕、透明人間になれないかな。僕、答え分かります。目をそらして。僕、僕、僕、久しぶりにオリビアで。でもジョイは答え分かってるのに。そうなんです。いらっしゃい。でもジョイの方が良くないです。泣いてますよ、かわいそう。仕方ない、じゃあジョイで。やった、ふう、危なかった。行きます。うん、誰か見てた。やべ、ごめん。本当に光栄です。お待ちかねの答えを発表しましょう。ありがとうジョイ。どういたしまして。十分でしょ、席に戻りなさい。早く、私の授業なのよ。もう、マジ、いつまでいるつもり。答えたんだから戻りなさい。うわ、すごかったね。おっと、プレゼントがあるんだ。鉛筆噛んじゃったから。ありがとうオリビア、優しいな。オリビアのこと誤解してたみたいだ。好きになっちゃったかも。バス逃しちゃうなんて最悪。なあオリビア、乗ってく。安全第一。もう分かったよ。楽しいドライブに出発だ。やった、いい点数取れたわ。おっと、落ち着いて。でも嬉しすぎる。ロッカーにしまっとこうっと。他のテストと一緒にね。はあ、今年はいい年になりそうだわ。アインシュタイン、今持っててね。やっと終わった。学校ってバカバカしい。うん、待てよ。おいオタク、そのお菓子渡せよな。早く渡せって。バイバイ。よし、無料のランチ。しかも意外とうまいかも。ああ、最悪。
ゴミだらけじゃないか。こっちに置かれおく。私には関係ない。もう行かなきゃ。何よこのゴミ、どこから来たの。もう最悪。ネイルの時間。綺麗ね。うん、いい感じ。早く乾くといいな。通知だ。見て、パーティーだって。最高。メイクしなきゃ。何してるのよ、ストップ。何よこれ、使わなきゃ。いやだ、それ私っぽくないし。こうなったらメイクのバトルよ。ああ、勝ったのはどっち。うわ、ピンクだらけ。ロックっぽいの苦手なんだけど。間違えたみたいね。このままパーティーに行く。無理、今日は諦めよう。最悪。これメモしておかなきゃね。平方根を正しく覚えてね。平方根ね、了解。テストに出てくるからな、しっかり覚えろよ。さらに帽子盗まれた。なんか鳴ってる。嘘、電話。どうしよう、先生に怒られちゃう。ダメよ、絶対にダメなんだから。今すぐ切らなきゃ。やめろよ。え、何？ベラ、何をしているんだ。ふう、元気か。面白いし、見て、誰だと思う。何をしているんだ。あ、先生に挨拶する。え、何？なんだ。先生見て、ほら。一体何が起こったんだ。あの質問間違えるなんてやばいよね。嘘、彼かわいい。座ってくるね。行くわよ。ハロー、やったーって言ってくれたわ。話してみようかな。でも、なんて言えば。大丈夫、自信を持って。やっほー、そこ私の席。今押した。よう、ベラ、今日も素敵だね。映画一緒に見に行かないか。こんなのずるいし。先生が遅刻なんて信じられる。さて、到着到着。騒ぐなよ。こら、勉強しろ。いきなり怒るな。死後禁止だ。このガム捨てなきゃ。どうしよう、勝手に立つ。聞いた方がいい。これ捨ててもいいです。もちろんだ、行け。恥ずかしい、早く捨てなきゃ。ガムバイバイ。うわ、ベラも遅刻。信じられない、しつけがなってないな。何か面白いことあった。このガム、まずは味がなくなっちゃった。何？ベラ、何しているんだ。ガムは禁止、静かに。早く捨てなさい。はあ、わかりましたよ。今のはガムか。ベーラー、やっぱ切れちゃった。ホイップクリーム大好き。もう朝か。ぐっすり寝たわ。今日は何の勉強かな。
目覚まし時計が鳴らなかったみたい。遅刻しちゃう。髪の毛、洋服、どうしよう。今日はこれでいいや。行かなきゃ。誰か遅刻ね。ごめんなさい、目覚まし時計が鳴らなくて。大丈夫ですよ、早く座って。わかりました。ああ怒られなくてよかったな。なに、目覚まし時計か。起きるのとか最悪。今何時だ。うわ、もう一回寝たい。でも準備しなきゃいけないし、メイクとか。ああそうだ、ここにちょこっと。あとは鼻先にのせたらしっかりなじませるんだ。どんな感じに仕上がるかな。よし、準備 OK。 ママ何、どうしたの。風邪ひいちゃった。あら、咳出てるじゃない。でも暑くないわね。やば、学校に電話するから今日はゆっくり休んでなさい。やった、大成功。私って頂点。よし、起床の時間。今日も楽しみだな。成功のための身だしなみ。うん、絶対これ。うう、起きるのマジだる。どうでもいいか、これでも着ようかな。この髪はないな。これこれ、絶対勝てるわ。どうかな。よし、教科書 OK。 授業の準備万端。やば、遅れちゃう。どいて、授業が始まっちゃう。あ、これ使える。ボード盗まれたんすけど。間に合った、これは返さないとね。おお、ボード戻ってきたね。ウケる、笑ったの誰にも見られてないよね。やだ、また障害物。授業に遅れるなんてありえない。うお、あの子スパイダーマンかよ。着いた、やっと。やだ、この子靴ひもほどけてる。教室は目の前なのに。でもほどけた靴ひもはほっとけない。大丈夫、すぐ終わるから。はい、これで転ばないね。遅刻してすいません。申しません、許してください。お慈悲を。遅刻じゃないですけど。ああ、よかった。授業に間に合ってよかった。ということで、あとで電話してよ。えい、クレア、遅刻ですよ。それが何？席に着きなさい。授業マジだる。やっとか、タイさん。見られてないよね。小さいおやつなら食べてもバレないかな。ちょっとだけだから。うん、うまっ。お腹すいた、おやつ食べちゃおう。あれ、あの子何してんだろう。誰も見てない今がチャンス。ふん、確かにおやつはいいね。よし、来た、プリングルズ最高。
この音何？ですよねとか言っちゃって、まあダメ、やめなさい。ポップコーン持ってきておいてよかった。お次はバーベキュー、もう許しません。どういうつもりなの？なんかよ、なんでもないわ、気にしないで。だよね、そうね。でも失礼、みんなにも分けていいかしら。はい、どうぞ。あなたにもね。みんなもらった？食べるものはある？いいわね。何見てんの？なんでもないけど。テストが始まる前に整頓。これは英語用ね。これじゃダメ。テスト用鉛筆発見。いつもこれで A を取ってるんだ。よし、行きます。ちょっと、そこ私の席。あら、遅刻者に選ぶ権利はないわよ。もう、終わったよ。テストね。やべ、さっぱりだな。これはちょっとむずいね。鉛筆が必要なだけなのに、もう。一問も答えらんない。お隣さんが賢くて助かった。カンニングしないでよ。こっそりやればいいっしょ。舐めてんの？あっち行って。テストを守る方法を思いついちゃった。本の塔立ててんじゃん。やば、どうしよう。運に任せるしかないか。よし、いいね。じゃあ次。やば、サイコロに逃げられた。消えたし。スペアがあってよかった。どっからこんなものが？よし、でかいの投入しないとダメみたいだね。これはなくしようがないっしょ。あ、本の塔壊しちゃった。もう、そこまで。あなたとあなた、出て行きなさい。はい、わかりました。どっちにしろ0点だもんね。私はテスト受けたかったのに。よし、お気に入りの授業だよ。私が居残りなんて、先生すらだるそうじゃない。よう、いつ来んのかなって思ってた。こんなの不公平、私の来る場所じゃないのに。机が蜘蛛の巣に覆われてる。掃除しないと。ちょっとはマシになったね。うわ、隣の彼、バッドボーイ的な感じで可愛い。優等生が片思いか。私の服大丈夫かな。平気だよね。いいこと思いついた。こっち見てもくれないだろうな。おい、ちょっと一緒に来て。早く、ふざけてないって。手伝ってあげる。なんか怖い部屋だな。はい、これ試してみて。これかな？それともこっち？ちょっと調整が必要だね。
よしよし、これだよこれ。あいつを落としてやろうよ。あ、いたいた、キュートボーイ注意報、行ってきな。よし、ヘマしないようにね。よう、見かけない顔だな。あ、うん、こんなちっこい使えない、でかいのがいるね。こないだ一緒に居残りしたよね。いいよいいよ、ウインクしてみて。わかった、やってみる。うまくいった、ウインク返してくれた。何この虫、どっから出てきたわけ。イエーイ、見て見て、うわ、やられた。うわ、今のは変だな、ちょっとやばすぎ。じゃあな。ねえ、大丈夫、頭打った。さ、手貸して。ま、頑張りましたってことで、あたしら友達になれたしね。学校は大変、でもママが毎日いたらもっと大変。皆さんは校長先生の子供になってみたいですか？コメント欄で教えてください。この動画をお友達に共有してチャンネル登録もよろしくお願いします。